オリックスワローズ球団公式ダンス&ボーカルユニットとして新しく始動する新ユニットのお披露目をいたします。グループのロゴを作成したんですけど、はい、メインアイコンを作っておりましてチームに統一感を出しました。いいですね。ワホローズカラーのゴールネイビー、ビーズガールズゴールドでビーズガイズネイビーで、それが合わさってグラビティゴールドの、はい、グラビティのロゴを制作いたしました、ね。まあ、ロゴも非常にこう統一感が、ね、はい、あるということでございまして、素晴らしいですね。はい、はい、背番号362番パフォーマーのぬいです。いいさ、373番パフォーマーのひよりです。はい、皆さんこんにちは、背番号374番パフォーマーのゆかりです。はい、はい、皆様こんにちは、背番号377番ボーカルのひなたです。イエーイ。はい、皆様こんにちは、背番号379番パフォーマーのまほです。イエーイ。ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは、2年目になりました、背番号380番ボーカルのあやかです。イエーイ。ありがとうございます。はい、背番号381番パフォーマーのさあやです。さあや。では続いて新メンバーです。新メンバーです。はい、はい、皆様はじめまして、背番号382番パフォーマーのゆいかです。はい、皆さんはじめまして、背番号383番ファナです。パフォーマーのファナです。はい、ガイズ、ガイズに行きますよ、ガイズ。はい、はい、はじめまして、背番号384番のボーカルリュートです。背番号385ボーカルの純喜です。よろしくお願いします。お願いします。皆様はじめまして、背番号386番の、いぶきです。はい、皆さんこんにちは、背番号387番パフォーマーのコウタロウです。はい、では最後になります、背番号388番パフォーマーのゆうきです。ゆうきです。はい、さあ、はい、さてこのビーズグラビティ、はい、ね、14人のこのメンバーを束ねる、はい、リーダーはぬいさん。ぬいさん、ね、まあ、ビーズガールズとしてはもう5代目。はい、5代目。ビーズグラビティとしては初代。はい、そっか、初代、はい、初代リーダーのぬいです。はい、はい、リーダーを務めさせていただきます、ぬいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今まで私を見てきてくださった方は結構本当にびっくりしてる方も多いと思うんですけど、いい意味で期待を裏切れるように、チームをしっかりまとめて、オリックスバファローズとの架け橋になれる全力パフォーマンスで頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そのリーダーを助けるサブリーダー、はい、お二方、日和さん。わー、よりさん、今年からサブリーダーをさせていただくことになりました。はい、ありがとうございます。ですね、今までたくさんの先輩方に学ばせていただいて、助けてもらって支えていただいたので、次は私がそれをみんなにできるように、ぬいさん、リーダーのぬいさんを支え、みんなのことも助けてあげられるようなサブリーダーになりたいと思いますので、応援よろしくお願いします。お願いします。
一方がビーズガイズから小太郎さんです。はい、小太郎です。正直不安なことだらけで、うん、心配事もいっぱいあるんですけど、先輩方の背中を見ながらたくさん周りを見てリーダーを支えていけるように頑張っていくので、応援の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。オーディションを、まあ、受けたきっかけ、はい、というところで何人かに聞いてみたいと思います。はいはい、パナさん。パナさん。パナです。オーディションを受けたきっかけは、うん、小さい頃からダンスをしていて、ダンスが大好きで、将来大人になった時に、うん、ダンスに携わるお仕事をするのが夢で、今回新生男女混合をダンス&ボーカルユニットが作られるオーディションを知って、うん、ここだと思って勇気を出してオーディションしたのがきっかけです。おめでとうございます。ありがとうございます。次の質問2つ目、お休みの日の過ごし方は皆さんどうされてますかということ。日向さん。はい、日向さん。はい、休みの日は、うん、ちょっと私あの綺麗好きなので綺麗好きなんですよ。え、そうなん、めっちゃ綺麗好き。周りから周りがざわついてますよ。ちょっと待って待って待って、いやいやいや、ちょっと待って待って待ってくださいね。嘘とか言ってるけど、お部屋入ったことあります。めっちゃ綺麗です。そうなんですよ、めっちゃ綺麗なんですけど、はい、あのそうお部屋のお掃除をすごい、うん、お休みの日はあの音楽爆音で流しながらちょっともう乗りながらお掃除してますね、いつも部屋を。日向っぽいですね。はい、そうです。孝太郎さん。孝太郎さん、旅行がめっちゃ好きで、うん、友達とか家族とかもとも一緒に旅行によく行くんですけど、一人で近場のホテル予約して大浴場付きとか、うん、結構あの日常的にむくみを気にするんで、あのサウナ付きとかでこう汗かいてむくみ落として、で朝食ブッフェ付きのとこを予約して、あの一人で贅沢なちょっと休日を過ごしたりしてます。すごい美容男子です。美容男子。いいね、むくみ気になる。むくみめっちゃ気になる。はい、さあこのリーグ4連覇日本一奪還を目指すオリックスバファローズを、さあ皆さんどう盛り上げていきますかという。いや難しいけどね。難しいですね、はい、いきなり真面目な質問になりましたけど。真面目な質問だよ。はい、ゆいかさん、新メンバーですが、ゆいかさんと一緒に応援する皆様と私たちと選手の皆様が全員心から楽しめるような熱いパフォーマンスで盛り上げていきたいです。熱いパフォーマンスで。ありがとうございます。ちっちゃい図が入りましたね。はい、オッケー。じゃあ最後、そんな熱いパフォーマンスをいつも届けている真帆さん。はい、はい、今シーズンもチームの後押しができるように精一杯もう全力でパフォーマンスさせていただきます。皆様とこの2024年メンバーで一丸となって球場を一緒に盛り上げて勝利へとつなげていきましょう。イエーイ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、特殊技能をちょっと見てみたいということで。そうなんですよ、アピールタイム特殊技能編ということで、はい、特技があったら誰か披露してっていう、そういうコーナーで。ちょっとまず、リュウトさん。リュウトさん。リュウト。リュウト、はい。何見せてくれますか。アクロバットをちょっと披露したいと思います。はい、はい、おお、すごい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 。あのリーダーになって急で申し訳ないんですけど、あのぬいさん、何かちょっと真ん中でやってもらっていいですか。この後めっちゃやりづらいですけど大丈夫ですか。お願いします、ぬいさん。何ができます。ぬいさん何できる。まあ、趣味なんですけど、はい、あのメンバーのモノマネ。やばい、趣味、やばいよ。趣味でよくやってて、はい、やばいやばい。え、誰でもいける。はい、あの既存メンバーで、はい、じゃあ一人だけ渾身のモノマネしてもらうか。ひなた。ひなた。ちょっと待ってちょっと待って、怖すぎる。ひなた怖すぎるんですけど。あの、思わなくても笑ってくださいね、皆さん。もう絶対お願いしますよ。あの、YouTube 見られてる方は分かるかもしれないんですけど、テイタオマッチのひなた。あの、カメラさん抜いてくださいね、顔。いけますよ。やばい。あははは、ぬいさん、やばいって、それは。もっと笑ってください。ガチすぎてみんな引いてます。あ、ガチ。本物をやったらどうなんの今の。ご本人登場。
やりますけど。いきます。はい、変顔マーチって言ってください。変顔マーチ一緒やん、ぬいさんぬいさん、ちょっと待ってくださいよ。似てる似てる似てるんちゃう。本物か。別に似てる。あれあれ。じゃあ最後、はい、最後純喜、はい、さん。純喜さん、あのまさか大鳥で呼ばれると思ってなかったので、はい、期待してますよ皆さん。けど、はい、じゃあ僕はメンバーではないモノマネ披露させていただきたいと思います。はいはいはい。じゃあ、コロコロチキチキペッパーとナダルさんのモノマネを、はい、あのバラエティ番組で後輩芸人にキレてしまうコロチキのコロチキチキペッパーナダルさん、よろしくお願いします。はい、それでいきます。ちょもえて無理やってあかんて西野ユリアン汗燃えてありがとうございました。めっちゃ似てる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 やん。ちょっとたまにこっち見ながら言うやめてくださいメンバーどっち、先輩メンバー VS 新メンバー。さあ先輩メンバー7人と新メンバー7人が対決をするというコーナーになりまして、そうなんですよ。勝利したメンバーのチームにはご褒美として BPB デラックスの動画1本撮影権利が与えられます。え、これどういうこと。先輩メンバーが勝ったら先輩7人で1本の動画、新メンバーが勝ったら新メンバー7人で1本の動画、もう確約で企画取りますんで。はい、それでは参りましょう。まずは1つ目の対決はこちらでございます。ジェスチャーゲームジェスチャーゲームもう超ド定番な企画です。そうだね。各チーム4人メンバー出てきてもらって2分間の間で何問答えることができるかというような感じでございますので、はい、頑張ってもらいましょう。スクリーンに映させられます、お題それに沿ってねジェスチャーをして当てるということでございます。はい、パスは2回まで OK です。あ、パス2回できるんだって。2回だけ。はい、たくさん答えることができたチームが勝ちということになります。はい、じゃあよろしいか。先輩メンバーから先輩メンバー先行でいきます。ちょっとお手本。音が先輩4人。はい、じゃあ頑張れ。はい、頑張れ。頑張れ。はい、行きましょう。よーいスタート。あ、ラビー。はい。お、一番。いいよ。いいペース。ドライブ、ドライブ、車。はい。お、いいペース。声やかい声やかい正解正解正解。おーすごいすごいすごい。ちょっと怪しいな。おーめっちゃいいペース。ハミガキかわいい。順調すぎ。これかすごいね。ピンポンダッシュ。やめて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 。うまい。ピンポンダッシュ。すごいすごい。よくわかった。すごいすごい。7、6、5、すごい。ちょっと待って。2、1、来た。正解。すごい。あれ何点いきましたこれ。よくわかった。今何問いった。何点いきましたこれ。19。え、すごい。これ先輩強かったね。あ、嬉しいです。パスも1回しか使わなかった。すごいすごいすごい。さあそれでは新メンバーチーム、はい、参りましょうか。よーいスタート。2分です。ゾウゾウゾウ。おーすごいすごい。いや割と簡単だね。スキースキースキー。え、スノボ。スキー。何これ。サーフィンサーフィン。あ、世界。はい、腹筋腹筋。筋トレ。絶対違うやん。腕立て腕立て腕立て。正解。そのままや腹筋。自転車。おお、世界、オッケー。ペースいいんじゃないですか。ゴルフ、ゴルフ、ゴルフ。おお、すごい。これ難しい。ピアノ。ゲーム、ゲーム、ゲーム。世界よく。マイケル・ジャクソン。ムーンウォーク。おお、やばいやばい。おお、すごい。ポイント。パスが出た。半分横跳び、半分横跳び。これはパスパスパス。はい、はい、はい。パス二回目。はい、パス、パス、はい、はい、ゆっくり歩いてる。正解。はい、正解、はい。ゴリラ。ありがとうね、ほんまに。はい。おお、すごい、すごい。
正解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 はい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 続いての対決企画に行きますか。はい、はい、こちらでございます。狩人競争。狩人、イエーイ。皆さん借りられます。今日ご来場の皆様にもご協力を頂戴しまして、はい、各メンバーあの3人ずつリレー方式で、頑張りますが、実際に客席に降りてお題に当てはまる方をステージの上にご案内すると、はい、連れてきます。実際にメンバーが連れ去りに行きます。そういうことです、はい、でこれは3人のリレー形式で行って、まずそのボックスからお題を引いてもらって、はい、それに当てはまる人を探して連れてくる、はいはい、で3人のリレー形式で勝ったチームが勝利、まあ、勝ったチームが勝利当たり前なんですけども、 そんな感じになります。挑戦するメンバー、はい、出てきてください。先輩メンバーはぬいひよりひなた、新メンバーはボーカルの純喜龍とゆいかさん。はい、そしたらまずはトップバッター誰でいきますか。はいはい、ネイトジョッキー、はい、はい、じゃあまず第1走者のボックスからまずお題を引いてください。じゃあ今から借りられる人のお題発表します。はい、おどうだ。 23.5 センチの靴を履いてる人、誰か出てきてください。これあのステージで GSD グッズを着用してる人、ユニフォーム以外、まだ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 。さあ行くよ。行きますよ。よーい、スタート。さあ探してくれ。 23.5 と BSG のアナザンス。よー、はいはいはい、頑張れ頑張れ頑張れ。さあよし、じゃあさっき純喜さん 23.5 で証明できます。純喜頑張れ。あ、 23.5、 はいはいはい、次次次次、はい、ゆいか頑張れ。この間のラストライブの、はい、オッケー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 、頑張ります。じゃあ2つ目、はい、2つ目の1つは何、次第2走者いきます。はい、直筆ラインの靴を持ってる人、はい、はい、はい、5枚以上タオル持ってる人、これ難しい。ゆいか頑張れ。来た来た来た、はい、はい、はい、新メンバーチーム、いいよ新メンバー、いいよ新メンバー、新メンバーリード、はいはい、オッケーオッケー、タオル5枚も、オッケーオッケーオッケー、耐えるぞ、大丈夫大丈夫、はい、はい、リュウタイヤ、大丈夫ね、オッケー、モノマネできる人、イオリさんが、ちょっとカオスです、カオス、スカイ最高、はい、スカイ踊れる人、スカイ、サビ踊れる人、リュウタリュウタ、何のモノマネしますか。カンベさんのモノマネをします。勝利に向かって、ゴー、バッファロー。全然似てない、似てない似てないよ、今のオッケーなの、似てないよ、全然似てないよ。大前さん NG 出ました。リュウトも帰ってきて、まあ、全然似てないよ。リュウト頑張れ。はい、スカ、はい、スカイ踊れる人、はい、サビの部分、ひよりさんちょっと前半一緒に踊ってください。はい、そう、はい、あーオリックスバッファロー、光輝く明日に迎え、ああオリックスパパロス、君は行けるだろう。ナイスです。これチャルさん的には大丈夫、振り付け完璧です。オッケー、ということで、ということは先輩メンバーの勝利なんですけど、先輩メンバー勝ったあ、もあ、一応ね、モノマネモノマネできる人来たんで、はい、すいません、はい、何のモノマネ。お願いします。マイク、マイクお願いします。止まらねえ俺たち松本、上がれよあれ狂え、よう分からんけど OK。 神戸くんのモノマネ良かったよ。良かったんですよ。一応あの私あの神戸 の採用担当だったんで、あのそうなんですよ、似てなかった、ごめんね。セリフは合ってたけど。ということはこれ先輩メンバーの優勝。優勝やった、すごい、これが先輩です。皆さんちょっと先輩、あの新メンバーに何か一言メッセージお願いします。ゆかりったれ。みん
んなお疲れ様。悔しい。ステイシー。めっちゃ悔しい。あの後輩からは敗者の弁はありませんか？何かまたリベンジさせてください。ええでええでどっかでやろうな。またやりましょう。先輩メンバーにはあの BPB デラックスの撮影1本あそうだ、確約されましたので皆さん BPB デラックスぜひ登録してお待ちください。見てください。皆様最後はやっぱりこの曲で締めたいと思います。それでは行きましょう。球団応援歌スカイ。本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい。今シーズンこの14人でビーズグラビティとして活動させていただくので、はい、オリックスバファローズと駆け足になれるように精一杯パフォーマンスをさせていただきます、はい。今シーズンも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、以上ビーズグラビティでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、ビーズグラビティです。